YouTube 日本語学校単語リピートしてください、リピートしてください。会議室、会議室。 新入社員、親友社員。オリエンテーション、オリエンテーション。営業部、営業部。社員食堂。 社員食堂社長室社長室トイレトイレ売り場売り場。売り場 靴、靴。チーズ、チーズ。自動販売機、自動販売機。地下1階。 地下一階、一階、一階、二階、二階、三階、三階、四階、四階、五階、六階、5階5階6階 6階何階何階文系1ここは会議室です。新入社員のオリエンテーション ここは営業部です。ここは社員食堂です。そこは会議室です。あそこは社長室です。 ここ、ここ、そこ、そこ、あそこ、あそこ。リピートしてください。リピートしてください。 ここは社員食堂です。ここは会議室です。あそこは社長室です。あそこは社長室です すみません。トイレはどこですかトイレはここです。リピートしてください。リピートしてください。トイレはどこですか トイレはどこですかトイレはここです。トイレはここです丁寧な表現。どこどちらどちら

営業部。すみません。佐藤さんは。どちらですか?。佐藤さんは。あちらです。 皆さん、ここはトイレです。トイレはどこですかトイレはここです。リピートしてください。リピートしてください。トイレはここです。 トイレはここ,です,こ,こはトイレです。ここはトイレです。練習しましょう。練習しましょう。すみません。靴売り場は 何階ですか靴売り場は3階です。すみません。チーズ売り場は何階ですかチーズ売り場は地下1階です。 すみません、会議室は何階ですか会議室は5階です。すみません、営業部は何階ですか 営業部は4階ですすみません自動販売機は何階ですか自動販売機は2階です文が 作れましたか運が作れましたか繰り返し何度も練習してくださいね。この授業はここまでです。では次の授業で会いましょう。チャンネル登録お願いします。